ワクチンを接種すると日常生活はどのように変わっていくのでしょうか。コンデナストトラベラーがワクチン接種を完了した旅行者が旅の計画をする前に知っておくべきことというような記事を発表しました。こんにちは、住明です。今日はウィズコロナ、ワクチンを接種するとどう変わる、そんな話をさせていただきます。海外旅行行きたいですよね。世界の流れを見ていると入国するためにワクチンありきというような、そういうような国も多くなってきそうな、そんな予感がします。それでは実際にあなたがワクチンを接種すると日常はどう変わっていくのでしょうか。何が可能になるのか、何に気をつけなければいけないのか、できること、やってはいけないこと、そういったことについてお話をさせていただきます。この動画を見ていただくと、ワクチン接種後の日常がどう変化していくのか、そういったことが少しイメージできるようになるかと思います。2021年、2022年にはワクチンを接種する方も多くなってくると思いますので、ぜひ最後まで見て参考にしていただければと思います。このチャンネルでは海外のこととか、旅のこととか、出入国情報とか、世界の最新情報をお届けしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、そういったものも最新情報をお届けしておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。それではまず日本のワクチン接種の状況、我々はいつくらいからワクチンを接種できるのか、そういったところについて見ていきたいと思います。現時点では菅首相は高齢者へのワクチン接種を7月末までに終えたい、そのように表明をしています。ただそういった意見に関して一部の自治体から困惑の声が上がっているような状況でもあります。今の予定ですと9月中旬ぐらいに高齢者の接種が終わるという状況でしょうか。そのような意見があったりもするようです。また厚生労働省はこの菅首相の表明に合わせて7月ぐらいから一般の方もワクチンの接種ができる、そのように話してもおります。ただここに関しても後にずれ込む可能性はあるかと思います。もし9月中旬ぐらいに高齢者の方々の接種が終わったとすると、一般の人たちの接種は多分9月の中旬から10月ぐらいにかけてから始まるんじゃないかと思われます。ですので多分なんですが、我々がワクチンを接種できるのは夏の終わりから秋、冬の始まりにかけて、そこのあたりじゃないかと思います。それでは我々がワクチンを接種すると日常生活はどのように変わっていくのでしょうか。日本はどのような生活スタイルに変わっていくのでしょうか。そのことについてワクチンの接種率が高まっているアメリカでの見解がありましたので、その見解についてお伝えさせていただきます。もちろんこれはアメリカのものなので多少日本との違いはある可能性はあるんですが、大変参考になるものだと思います。先にアメリカのワクチンの状況からお伝えさせていただきますと、今アメリカではワクチン接種が急速に進んでいる状態です。バイデン大統領は1月に大統領を就任した時に100日後の4月末までに1億回分の接種を目指す、そういったことを表明してました。しかし3月中にその1億回を達成してしまったため、目標を2億回に引き上げた、そのような状況でございます。そんな中、アメリカの旅行雑誌コンデナストトラベラーがワクチン接種を完了した旅行者が旅の計画をする前に知っておくべきことというような記事を発表しました。また CNN トラベルもワクチン接種したらレストランへ行っていいの、知っておくべきこと、そのような記事を発表しました。アメリカではワクチンを受けることで以前のように旅や交流ができるのではないかというような、そういった期待が膨らむと同時に、接種後は何に気をつけてどう行動すべきなのか、そういったことに関心が集まっております。我々も一般の人たちのワクチンの接種が始まったら、今年の秋くらいにはそういった関心がどんどんと高まっていくと思います。このチャンネルでは先取りしてそういったことの情報をお伝えさせていただきます。まずはワクチン接種者がレストランで外食するときにすべきこと、そちらについてお伝えします。アメリカ疾病予防管理センターは、場所という観点で言うと屋内でのレストランやバーでの飲食はリスクが高い、そのように話しております。それはなぜかというと、異なる世帯の人々が一つの場所に集まるだけでなく、食べたり飲んだりするためにマスクを外さなければならないからだということです。その中でワクチン接種が完了した人は、もし感染したとしても新型コロナウイルス感染症の症状は出ないだろう。ただワクチンを接種していない他の人を病気にさせ重症に追いやる可能性は持っている、そのように書かれております。ですのでワクチン接種者としても他の人たちを守るために、レストランのサイトを見たり直接電話をかけて屋外のテーブルはあるか、また席の配置はソーシャルディスタンスをとっているか、食事中以外は客もスタッフもマスクをしているか、オンラインのメニューがあるかなど、リスクを軽減する策を講じているかどうかを調べることを進めているということです。そのような形でワクチンを接種したとしても、ワクチンを接種してない人たちに移さないように気を配る必要が出てきそうです。それではワクチンを接種した人がして良いこと、そちらについてお伝えさせていただきます。
アメリカ国内の旅や移動に関して、旅の前後の検査ですとか、また旅が終わった後の自主隔離とか、そういったことがなく国内を移動することができる。これは日本に置き換えますと、日本全国を自由に移動することができる。もちろん日本政府の政策にもよると思いますが、置き換えるとそういったことになるかと思います。そしてもう一つできること、目的地によるが、海外への渡航に関して海外渡航前の検査ですとか、また海外渡航後の隔離なしで海外旅行に行くことができる。これは渡航する国の政策にもよると思いますが、ワクチン接種した人は隔離なしで入国することができる。そのような政策を取っている国には自由に入ることができるようになると思います。また目的地から要求されなければワクチンを接種した人は渡航前の事前検査も不要になります。ただアメリカでは今は海外旅行から帰ってきた人は帰ってきた3日から5日後にコロナの検査を受けなければならないということです。あとは国内であったとしても海外旅行であったとしても、移動の時などは常に自分と他人を守る行動を取る必要があります。例えばなんですが、飛行機やバス、電車、また他の移動手段、公共の移動手段を利用するときは、乗客の中にワクチンを接種していない人もいる可能性がありますので、マスクを着用してなるべくソーシャルディスタンスを保ち、他の人を守る必要があるということです。また国内旅行、海外旅行、それ以外にもできることがあります。それはマスクをしたりとか、ソーシャルディスタンス、そういったものを保つことなく、屋内でワクチン接種完了した人たちと会うことができるようになるということです。それではワクチンを接種した人がするべきことということで、4つのポイントが書かれております。こちらについてお伝えさせていただきます。まず1つ目は、新型コロナウイルス感染症によって重症化をするような、そういったリスクが高い人々を訪問しない。そしてもう1つは、中規模であったりとか大規模の集会に参加しない。そして次は、自分や他人を守るため、公の場所などの様々な状況に応じてマスク着用やソーシャルディスタンスなどの感染防止策を取る。そしてもう一つ、ワクチン接種者でない人がいる屋内ではマスクをする。こちらはワクチン接種者がするべきことということでございます。それでは次に、ワクチンについて分かっていないこと、そちらをお伝えさせていただきます。それは変異株に対してどれほど効果があるか、そしてワクチンを接種した人が感染源になってしまう、そういったことをワクチンはどれくらい防げるのか、そういったことが分かってないということです。まず一つ目の変異株に関しては、ワクチンは現時点でコロナウイルスにかかる、そういったことを防止することができ、また重症化や死亡リスクを下げる、そういったことに効果的であることは実証されております。ただ新たに出現しつつある変異種に対しては、ワクチンがどれほどの効果があるのか、そういったことについてはまだ現在調査中であって分からない状態であるということです。そしてもう一つは、ワクチンを接種した人が他の人たちにコロナウイルスを感染させてしまうのか、それともそこまで感染させないのか、そういったことは現在調査中であるということです。そういったところから、アメリカの大学教授は、知らずにウイルスに感染することやスーパースプレッダーになることを避けるために、他の人々がワクチン未接種の公の場所では引き続き予防策を取るべきだ、そのように述べているということです。またアラバマ大学のワクチンと感染症の専門家であるデイビッド・フリードマン氏は、旅行については、アメリカ国内もしくはヨーロッパ旅行は比較的早く可能になるだろう、そのように予測をしています。またコロナウイルスのワクチンは残念なことに世界の国々に公平に分配されておらず、裕福な国が先に集団免疫を獲得するだろう。うまくいけばヨーロッパ旅行は秋には可能になりそうだが、開発途上国やサファリ旅行、クルーズや遠方への旅行は時間がかかるだろう、そのように語っています。そういったところから、今後の世界の海外渡航、その状況を見るにあたって、旅行先として候補に上がるのはその国の集団免疫次第、そういったところになってきそうです。オックスフォード大学のリサーチチームによると、4月15日時点では日本は接種率は 0.93%、 世界で最も接種率が高い国はイスラエルで 62%、 2番目はイギリスで 48%、 アメリカの接種率は 37% に達しているということです。そういったところから、残念な話でもあるんですが、日本が旅先として選ばれるまでにはまだ随分と時間がかかりそうな、そういった状況でもあります。これまでの話をまとめさせていただきますと、ワクチンを接種した人の日常というのはこんな感じになると予想されます。まずワクチン接種をしていない人や高リスクの人がいるようなところでは、今まで通りマスクをしたりソーシャルディスタンスを保つ。そしてワクチン接種者同士であれば、屋内でソーシャルディスタンスやマスクに配慮せずに会うことができる。あとは自由に国内を旅できるようになる。
そして目的地に夜が事前の検査とか渡航後の隔離とかそういったものなしで海外に行けるようになる、そのようになってくると、これはアメリカの状況ではありますが、ワクチン接種者の日常はこのような感じになってくると予想がされております。それでは世界にワクチン接種した人を受け入れる国が現れてきているのか、そういったところに関しまして一つ記事をご紹介したいと思います。こちらは4月27日の記事になります。イスラエル、ワクチン効果で屋外マスクなし、そのような記事になります。世界有数の速さで新型コロナウイルスのワクチン接種を進めているイスラエルで、感染者数の減少を受けて屋外でのマスク着用義務が撤廃されました。市民生活には大きな変化がもたらされており、飲食店が3月に営業を本格化したこともあり、ワクチン効果でコロナ前の日常に戻りつつあります。ただ屋内ではマスク着用義務が継続するということです。イスラエルのエルサレムの路上ではこの日、多くの市民がマスクなしの生活を楽しみました。市民の方へのインタビューでは、息苦しいマスクをしないで良い日常が戻ってきた、本当に長かったと感無量の様子で、友人とカフェのテラス席でビールを飲み談笑したということです。イスラエルの市場のナッツ専門店の店員は、コロナはもう終わったような感じだ、みんな気持ちが前を向いているからお客さんも増えるだろう、そのように景気回復に期待を寄せているということです。イスラエル政府は5月23日からワクチン接種済みの外国人観光客を受け入れる方針です。またエティハド航空がイスラエルとアラブ首長国連邦を結ぶ便、そちらを再開させました。イスラエルでは経済を再拡大する局面に移行しつつある、そのように書かれております。ただイスラエル政府のコロナ対策の責任者は、集団免疫を獲得するには人口の 75% がワクチンを接種する必要がある、また変異株も確認されているとして、警戒を怠らないように呼びかけているということです。このような形でイスラエルが先陣を切ってどんどん先に進んでいるような、そういった状況でもありますが、今後の世界はワクチンを接種したら入国できる、そういった国が増えてくると思われます。いかがでしたでしょうか。今回はワクチンを接種したその後の日常ということについて取り上げさせていただきました。我々もまだワクチンは打てない状況ではありますが、うまくいけば今年中にはワクチンを打てるんじゃないか、そういったところもあると思います。そうなった場合、海外へも行ける国は増えてくるんじゃないかと思われますし、また国内旅行もしやすくなるんじゃないかと思われます。ただ公共の場ではマスクをしたりとか、ソーシャルディスタンスを保ったりとか、他の人にコロナをうつさないように、そういったことに気をつけながら日常を送っていく、そういう感じになっていくと思われます。変異株というような不安材料はありますが、2021年、2022年、少しずつ海外へ渡航がしやすくなっていくといいですね。このチャンネルでは今後も海外渡航情報など最新情報を追いかけていき、皆さんにお伝えしていきたいと思います。いつも動画を見ていただきまして、そしていいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って配信していきますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。